美味しかったです。ちょっとじゃあ流れでじゃんじゃん、はい、行きましょう、はい、日本撮りかな、行きましょう。出たこれ、ひょっとしてうまい棒ってマジで天才なの？天才ですね、作った人。何でもいけんのじゃん。こんなんもチーズなんか分かりきってるやん。そうですね、絶対うまいやん。皿もう一個、これお前チーズフォンデュみたいになるんちゃうか。ああ、そうですね。うん、どちらからいきますか。いや、もう勝手の方行こうか。行きましょう、はい、こんなもん牛乳と合わせたらおしまいでしょ、はい、これはコーンポタージュに近いですね、もう最初から分かってますね。いや、ちょっとたこ焼きは衝撃やったな、はい、めっちゃ美味しい。これだからもうお湯がいらんやろ。そうっすね、やっぱ僕らは美味しさを追求してるからそうですね、うん、最初からも。これはもうこの段階でもちょっと見た目いいですからね、うん、もう多分うまい棒扱ってる時点でうわーとかは絶対ないね。そうですね、うん、ちょっとちょうだい、うまい棒ちょっとちょうだい。もうプロになってきてる、ね、分量が慣れてるともうちょっとあった方がうまいと思う。ストップってくださいね。OK、はい、ああもう絶対絶対美味しいですよこれは。これぐらいがいいんじゃない、はい、いただきますね。もうやっぱうまいよね全然うまいわっていうかもう限りなくうまい棒やわ。でもこれはあ、本当ですか、うん、よりもまあクリーミーになった感じやな。うん、おいしいな。もう普通にうまいよな、はい、普通に美味しいです、はい、普通に美味しい、普通に美味しい。本当にさっきあなたがおっしゃった、はい、離乳食のめちゃくちゃうまいバージョン。そうですね、離乳食でやっぱ味薄いんで。そうですね、お前知らんやろ、子供おらへんから。はいはい、その離乳食のなんとなくでもイメージであるじゃないですか。覚えてんねや、自分が。いや、味薄いみたいな覚えてるか35年前ですよ、もう毎日エッグタンク覚えてないでも美味しい